教員養成セミナー十一月号、パワーアップノート第二回教育原理丸二の講義を始めます。講師の大西です。よろしくお願いします。では、えっと、教員養成セミナー十一月号では、特別支援教育を大きなテーマに、あの、してきてますけれども。えっと、この動画では、あの、こう、特別支援教育の目指している方向性について。えっと、勉強していきたいなというふうに思います。 これまで2の A の方の動画とかをご覧いただいている方はですね特別支援教育の理念のところでさまざまな人が活躍できるような共生社会の基礎になりますよとかっていうような言葉が出てきたりとかしてたと思います。でその,あの目指す方向性のところの言葉の説明をあのこの動画ではしていきたいなというふうに思っています。 でえー、っともう先に共生社会って出てきますけれども、えー、っと特別支援教育の目指す方向性はこののの社会の実現とといいいうのを目指して進んでいると思いますでそもそも共生社会って何なんだろうっていうところを見ていきたいと思いますが共生社会とはですね、えー、っと先に結論的なことを言いますと全員参加型の社会のことを共生社会というふうに呼びます。 でえー、っともうちょっと説明を加えていくとこれまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害者等が積極的に参加貢献していくことのできる社会ですっていうのがまずきてます。 えっと、障害者とかではなく誰もがお互いの人格と個性を尊重し支え合い人々の多様な在り方を相互に認め合えることができるようになるっていう意味で全員参加できる社会のことを言うと言ってるわけです。なのでえ単純に えっと、今の環境に障害者が入ってきて活躍できればいいんでしょっていうわけではなくて障害のののあるるるなないいいにわわらずお互こことととをを尊重し合えるよう社社会のことを社会共生言っているわけですで、えっと、障害がないってされていってもいがみ合っていると共生社会じゃないと私は思いますし、えっと、そういうの関係なくお互いのことを大事にできるような社会になっていくと共生社会になるのかなと。 といいう,うに思いますでこのような社会を目指すっていうことは、えっと、今我が国この2012年の段階ですけれども我が国において最も積極的に取り組むべき重要な課題ですよというふうにあのこの当時は述べられてきたものになります。全員参加ですなので、えー、とあのお互いを思いやるっていうことをする社会を目指して、えー、の特別支援教育はこの基礎のある教育ですよというふうになっています。 でじゃあ、えっと、共生社会を実現していく特別支援教育はその基礎ですよっていうふうに始まったというふうに言ってきましたがもうちょっと踏み込んで見てみるとどういう仕組みになっていれば共生社会の実現がより進むんだろうかというところで見ていきたいと思います。でその仕組みっていうのがインクルーシブ教育システムって呼ばれています。 えっと聞いたことあるかもしれませんが、えっと、イメージとしてはですね、えっと、同じ空間にえっと障害があろうがなかろうがその区別を全く廃して中に集まっている人がみんな一緒の教育を受けられるっていうのがインクルーシブ教育です、ねえっと、そのじゃあ,あの障害のあるないっていうものをあえて区別して同じ場所で 勉強するることももできるかもしれませんその場合は統合っていって合体させる感じになるのでこれはインテグレーションとかっていうふうに言います。それとは違って合体じゃなくてもう同じ場所にみんな入ってくるっていうのがインクルーシブ教育っていうような意味合いになります。今現状を日本の教育の仕組みで言えば特別支援学校と えとその他の他学校みたいな感じでで分かれてるんですねこれもセパレートされてるわけ分かれてるのをそれを本当は同じ場所でやれたらいいねっていうのが共生社会に向けててはは本当は必要と言われていますじゃあどんなふうにそのないあるっていうものをあの分けずにやるのかってところですけども、えー、とちょっと読み上げていくと人間の多様性を尊重していくためにで強化で 障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限まで発達させて自由な社会に参加、効果的に参加することを可能とするための仕組みということになっています。それが障害のあるものとないものが共に学ぶインクルーシブ教育ですよということです。で、えー、っと、これはですね、 教育制度の、まあ、一般的な教育制度から障害者をのけ者にするっていうような教育の仕組みではないようにすることっていうのが前提にはあります。でえー、と基本的にには障害者が自分の生活する地域において 初等教育小学校ですね中等教育中高になりますけどもの機会が与えられているっていう状態にあることとあとは障害のある人に対してその人に必要な合理的配慮が提供されているとその仕組みは実現していけるでしょうっていうのがここの説明に載っている内容になりますでそうするとインクルーシブ教育ができるというふうに言われているわけです例えばですが えと車いすに、えー、と日常生活乗っていてでただ授業を同じ教室で受けようとする、えー、ときに階に教室が設定されていますでそうなるとその車いすの人は、えー、と階段を上るのが難しくてたどり着くことができませんっていうふうになるとお供に学べないんですねでそれを、えー、と合理的配慮ということで教室を変更しました1階に。 ってなるとその人もあの気軽に入ってこれるしで共に学ぶことができますよっていうのがこのインクルーシブ教育で言われてるような内容かなというふうに思います。なので、えー、とわ,ざわざわざ不便なように困難さを覚えさせるようなことをしないで一緒に学べる仕組みを目指しましょうというふうになってます。 でこれが実現できるとそういう場所で一緒に過ごすことができるとそのまま卒業していったら社会もそうなっていくでしょうっていうのがあの前提にあるかなと思います。はい、で、えー、と今説明してきた通りかと思いますが共生社会の形成に向けては、えー、とこのインクルーシブ教育システムの理念が重要になってくると言われています。 で同じ場所で共に学ぶんですがやっぱりさっきあのこう何回か説明してきて出てきてるかもしれませんけども個別の教育的ニーズをちゃんと把握してでその子に対して、えー、とちゃんとその子に合った学び方ができるような環境を整えていくというふうなのが大事になってくるかなと思います。 でえっと、その学び方に対しては多様で柔軟な仕組みということで、えっとまあ、場所の変更をしてみたりとかその子が得意なことができるようなカリキュラムの設定をあの複数用意してみたりとかそういうようなことをしながら、えっと、小学校中学校の通常の学級通級による指導、まあ、特別支援学級特別支援学校このあたりが別々のことをやるのじゃなくてあの一体感のある連続性があるような あの状態にしておきながら多様にあの同じ内容をあのいろんなところで受けられるような状態にしていくのが日本ではできることかなというふうに述べられています。今現状はそういうふうになってきているんですけどそれをあのいかにこう連続性をより高めていくのかっていうのが私が見ている限りでは課題かなというふうに思います。で、えー、っと今出てきたインクルーシブ教育のところの。 合理的配慮今あの教室変更の話をしましたけどもそそもももどういったののなのかです、えっと、まず障害者の権利に関する条約のところでの述べられているものから見てみると障害者が他のもの者と平等に全ての人権および基本的自由を共有しまたは行使することを確保するための必要かつ適切な変更とか調整のことを「合理的配慮」と。 いうふうに呼ぶと言っています。少し難しいですね。で、ただえっ、ー、とこう配慮する側に過度の負担にならないものというのが合理的配慮とされています。でもうちょっと学校の方に寄ってみるとですね、学校における合理的配慮というのは、えっ、ー、と障害の子どもがある子どもが他の子どもと平等に教育を受ける権利をまあ共有行使することを 確保するために学校の設置者小中学校だ公立の小中学校だったら市町村とかですねおよび学校が適切な変更とか調整を行うことなので先ほどの例で言うと教室の場所を変えるとかっていうのは変更ですよねなのでそういうことをすることを合理的配慮というふうに言っています。 でえっと、同じように学校に対して難しい要望っていうものはあのできないので、えっと、過度な負担を課さないものっていうのがあの合理的ルの中にはは条件としてはかかります例えば、えっと、3階から1階に教室を変更することは多分変適当でかん過度な負担にならないと思うんですけど、えっと、学校の中にエレベーターを設置してほしいってなってくると、えっと、改修の工事も大変ですしあとは えっと、設置費用だけじゃなく運用するための,あのメンテナンス費用もそうですけどそういうことになってくると学校の予算としては過度なな負担になりがちですねそういうものになってくると難しい。なので、えっと、その子に合ったような状態にするための変更として教室を変えるとか。 えと担当者をちょっと2人にするとかっていうことができるんであればやるけれどもそうじゃなかったら負担になりすぎるものは難しいとその線引きはありますけれどもその子に合ったような,あのなんだろうな配慮をするっていうのが合理的配慮ということになっています。なので、えーと こ,うこの合理的配慮を学校では一切やりませんっていうのはあの差別に含まれるような状態ですよっていうのも知っておいてくださいっていうふうに試してあの注意書きにはなっていますけどもそういうことをしていきながら一緒に学ぶようなまあ同じ内容を勉強できるような状態にしてでインクルーシブ教育を行いそれを引いては共生社会につなげていくっていうのが今特別支援教育の目指している方向性ということになります。 でえー、と今回あのパワーアップノートの中では取り上げられてないと思いますけれども、えー、と新しくなった学習指導要領の中にはですね特別支援教育に関係するようなあの規定もあの全講習入ってたと思いますので、えー、とどこに載ってるだろうって探してもらってぜひそのあたりも見ていただければいいなと思います。で、えー、とこういうふうなところを目指してるっていうのを知ってもらって特別支援教育の理念も知ってもらっていくと問題文の選択肢を読んだ時に ってなるような問題あの選択肢が出てくるかもしれませんそういうのが間違いの選択肢になったりすると思いますのでまず前提を知っていただいてどういう方向に進むのかっていうのもあの理解いただけるといいかなというふうに思いますではえっとこれで、えー、パープノートの第2回ですね教育委員2の講義を終わりにしたいと思いますお疲れ様でした